緑の先の部分が突出した状態で壁に近づくと、このように壁が削れていきます。マジか、これはすげえな。しかも鉱石はしっかり残してくれるんですよねー。最近、グラブルにハマってます。霊夢さんです。顔死んどるやん。最近本当忙しくてですね。忙しい動向であんな顔になるんだな。それはさておき今回も面白そうなモッドがあったので紹介していこうと思います。今回は茶番ないのか。あれ作ってると自分が何をしたいのか全くわからなくなってくるんだよね。すげえわかる。はい、というわけで今回はオリンポスギアというモッドです。オリンポス。確か山のことだよな。伝説でオリンポスの神々なんてのもあるね。多分その辺がモデルになったモッドだと思います。やばい武器や防具が追加されるので早速ピックアップして紹介していきます。はい、これが追加される武器、杖、防具です。まず最初は基礎となる素材から紹介していこうかな。この二つの棒が剣や杖の作成に使う素材みたいなものです。作り方はこれですね。ネザークォーツとネザースタート棒で作成できます。でちょっと太めの棒の作り方はこれですね。制作コスト半端ねえな。これで素材なのかよ。こんな感じで剣や杖の作成に使うわけですね。紹介していない素材もたくさんありますがとても紹介しきれないので省きます。それではまずこの木の剣から紹介します。いきなり物騒なの出てきたな。なんとこの種類の剣は右クリックすることで能力を発動します。ちなみにこの剣の能力は5秒間再生能力アップです。右クリックで発動できるので右クリを連打していれば能力が解けることはありません。1.7.10 の環境なのでガード切りがいいかもですね。ちなみに攻撃力は12です。はい、次はナイトソードを紹介。こちらにも、右クリックで追加能力があります。この剣の特殊能力は、名前の通り、ナイトです。夜です。こちらも5秒間だけなのでガード切りを使いこなしましょう。ちなみに攻撃力は地の剣と同様12です。あと敵を攻撃すると盲目みたいなのがつきます。モブ相手にも意味あんのかこれ。お次はイルネスソード。病気の剣とでも言った方がいいのかな。こちら、右クリックでの効果はありませんが殴ると吐き気と持続ダメージが付与できます。普通に使い勝手いいんじゃないかこれ。基本攻撃力も12ですしね。次はムーブメントソードですね。この剣は右クリックすると身体能力が向上します。はい、移動速度上昇に加えジャンプ力アップですね。持続時間は10秒と少ないですが右クリ連打で無限に持続します。あと攻撃力は12です。まあ欠点と言ったら攻撃を当てにくいってとこだろうな。次はデスソード。死の剣です。あからさまにヤバそうなの出てきたなおい。この剣は右クリックでなんと、ストレングス2がつきます。あら強い。あと殴るとイザー状態にできるっぽいです。関係なくワンパンしてるけどな。お次はファイアソード。なんか普通ですね。右クリックで10秒間火炎耐性。敵を殴ると炎が付与されます。ザ、ファイアソードって感じだな。そして剣ラストがこれ。オリンポスソードです。この剣の作成方法なんですが、すべての剣を混ぜて作れます。やばそう。なんとこの剣、右クリックで今までの剣のすべての能力が付与されます。敵を殴る時も同様にすべての能力を付与できます。あ、そりゃ全部混ぜただけあるな。タイウィザー戦では秒で溶かせます。どうせならワンパンの方が見栄え良かったのに。はい。次は杖部門行ってみよ。最初の出場杖はこれ、ライトニングスタック。なんと右クリックで周りに雷を降らせます。おお、また派手だなこりゃ。一撃のダメージは5くらいで敵を燃やす追加効果があります。環境破壊には役立ちそうですね。次はファイアスタックです。おっとそこの君、どうせ炎が出るだけだとか思ってるんだろう。思ってます。まあ見てなって、右クリックで最初にブレイズが出現し上から、溶岩が降ってきます。予想の斜め上を行きましたわ。どうですかこれ、需要あるかないかは別としてかっこいいでしょ。ブレイズが出現するってことはかえって自分に悪影響なんじゃないか。よし、次紹介する杖はすごいですよ。いや無視すんなよ。次はこのモッドのメインディッシュと言っても過言ではない杖を紹介します。しかし潜り子の杖を右クリックするとこのように綺麗な穴が開けられます。右クリックするとこの杖の形状が変化し、緑の先の部分が突出した状態で壁に近づくとこのように壁が削れていきます。マジか、これはすげえな。しかも鉱石はしっかり残してくれるんですよねー。鉱石探しの性能も抜群、ダイヤなんかも簡単に見つけられます。というわけでどうでしたでしょうかこのモッド。まだまだ要素がたくさんあり、空を飛べる防具なんかもあったりするので皆さんもぜひ導入してみてください。最後の杖だけとても面白そうでした。マリサさん、実況者は中立の立場でいないとダメですよ。いや誰やねんお前。